関織子です。春の屋旅館に住んでます。両親を亡くしたおっ子がおばあちゃんの宿で出会ったのは、お前、俺が見えんのか。友達できたわ。ここ気に入っちゃった。おいしかったです。おっ子が春の屋の若おかみになる、うん、あなた若おかみじゃなくてバカおかみじゃない。みんな心配してくれてるから頑張らなきゃって。バカ、俺らもついとる。よし、何でもかんでも頑張らなきゃいけないって考え、僕嫌いだね。なんであんな奴のためにここに来てよかったな。あんな風に喜んでもらえるなんて、旅館の仕事ってすごいね。なんてこと。もうその時が近づいているんです。ウリボー、ミオちゃん、ごめんな、おっ子、そばにいてやれなくて。私を一人にしないで。おっ子、たくさんの出会いと別れの意味をおっ子は見つけていく。全てを受け入れて癒してくれるんだって。若おかみは小学生。私はここの春の絵の若おかみです。